はようございます。お願いします。あ、はい、6番いいじゃないですか。今日はあの打ちたい台があるので、そこをまっすぐあの狙っていきたいと思っております。まあ、これはこの感じだったら絶対取れると思うので、まーす、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、いきまーす。ここだ。初姫 TV をご覧の皆様、おはようございます。りんと申します。本日はマルハンやったじゅま店さんにて右打ち始まりました。あの私が前回あの来た時とまたルールが変わっているので、ルールの詳細こちらでございます。ドンということで、ルールが結構簡単になったんですよね。あ、右打ちラッシュに入れたら、視聴者の皆様へプレゼントで、入れられなかったら私が罰ゲームを受けるというルールになりました。ということで、あの本日、押さえさせていただいた台がガンダムユニコーン、1回目2回目今日3回目なんですけれども、すべてね、あのユニコーン実践はさせていただいておりまして、前回はねあの3000発取れたんですけど、出玉的には全然なかなか伸びなかったので、今日は爆出ししたいと思います。それで視聴者の皆様へあのたくさんあのプレゼントができるように頑張らせていただきたいと思っております。それでは今日も一日よろしくお願いします。実践スタート。パチンコめちゃめちゃ久しぶりに打ちます。なのでユニコーンも結構久しぶりになるんですけど、まあ、まずは319を早めに当てていきたいと思います。でカスタムが先読みチャンス、後半になったらちょっともうちょっと変えるかもしれないです。あの一応ですね、あの右打ち3回目の登場になりまして、あのご存知ない方も多いかと思いますので、一応自己紹介させていただきたいです。よろしいでしょうか。あの YouTube のコメントに誰って書かれてたんで自己紹介させていただきたいと思います。私リンと申しまして、普段は、関東を中心で、実践来店のお仕事をさせていただいております。で、スロットの方をメインで、普段は打つことが多いです。一応ユニコーンではあの最高出玉4万発出したことあります。どやで、あの今日の右打ちのね、視聴者プレゼントが1万発超えるごとに、プレゼントできる人数が増えていくっていうことなので、なんとしても今日はあの出玉をしっかり出したいっていう目標はね、まあ、まずは万発。大丈夫かなこんなこと言って。そう、まずは万発で、まあ、あわよくば2万発とかいけたら最高かなっていうふうに思っております。で今日も今日とてお隣さんと、はい、どちらが早く当たるかのバトルをしております。ゲジさん、あーデストロイ、あれこれは、どうなんだろう。はい、ユニコーンアタックか。ゴー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 。まあ、さすがにちょっと難しいか。おい、お、え当たった全然期待してなかったびっくりした。40回転イエーイ、やったやった全然期待してなかったけど当たりました。
びっくりした。サクッと当ててしまいました。やったー。これで当たるとは思わなかったな。リバー、さあここでラッシュに入れられるか。おっ、いけー、頼む。ここで超えればあとが楽。くっ、ダメか。ダメだったけど40ゲームで早い当たり取れた。いやそうなんですよね、私が早い当たりはね結構取れるんですけど、なかなか右に入れられないってことが多いんで、まあ、まだ始まったばかりだから次の当たり目指して頑張っていきます。早掛けは勝ったね。そう、あれで当たるんだよね。そう、2枚目になります。いやー、なんとかこの2枚目で当てたいな。今最初のあたりから200回転経過しまして、先読みチャンスもなし。1回もなし、惜しい演出もなしっていうところで、ちょっとね雲行き怪しくなってまいりました。これ結構私デフォなんですよ。初当たり軽めに当たってそっから何も起きないみたいなことは結構よくあるんで、なるべくね絶対今日右打ちには入れたいので頑張るんですけど、まあ、理想としては前回みたいに3000発でねもう一気にラッシュ取っちゃいたい。手軽に、手軽にじゃないか。サクッと取りたい。233回転。あー心臓に悪い。これは発見して、おお獣、赤か。どうでしょう、これどうなんだ、ちょっと不安にな。お、来た。2回目の初当たり、ふん、
よし。頼む。頼む。くー、ファイナルチャンス。いやー、頼む。お願いします。いや、2回目だから。さすがに。取れないの。本当に取れないラッシュ。このメーター上げるやつで一回も突破したことがない。戻りました。マジ？いやー。お隣のフォロワーさんが3000を引いてラッシュに入れましたね。私が引きたかった3000、いや私も取る、私もやる。一応篤姫 TV で3000ネキっていう称号をもらってるのでいやー頑張りたいな。お？お？赤保留？おお！16回転。これはあちあちなのでは？接戦。それでも覚醒。よしよし、うん、もりもりですね。それでも赤。お願いします。ほい、やったー。よしよしよし、16回転。初当たりはね軽いね。よし、こっからだよ。もうこれで私ラッシュ取れなかったらマジで心病んじゃう。よし、どうよ。またメーターを上げなきゃいけないのか。あー、お願いします。あー、お願いします。3度目の正直、3度目の正直です。お願い、お願い。それでも、それでも、あー、ねえ、なんで、なんで。いや、初当たり取れてんのにな。 60% なんでこんなに引けないのかな。はい、それでは後半戦やっ
ていきたいと思います。初当たり3回取ってラッシュに入れられなかったので、後半は絶対に入れたいと思います。で、カスタムを先読みチャンスプラス、V フラッシュ入れましたんで、3000取れたら大大大ラッキー。3枚目です、お願いします。強いんだって。おっと私も何かしら来そうな予感。どう？激アツ！激アツいただきました。よし、よしよしよし、一応よしよし、それでも181回転。やっぱ軽いね。よし、4回目。もう今度こそお願いします。今度こそまだ取り返せる。さすがに取れないとおかしいよ。4回目は、もう本当にお願いします、お願い、もうラッシュやらせて、しなくなっちゃう。こんだけ入らないと。うわー、きたー。これ赤の下から上、お、赤ボタンきた。お、は、初めて見た。いやありました。122ゲーム。当たり軽いな。もうこれでラッシュ入んなかったらもう今日ダメだよ。あー、
さあ、やった当たり前だよ、そりゃそうだよ、やりました。よし、こっからだぞ。何？マジ？接近。いや、大丈夫。マリーダさんなら。よし、やった。あー、やっとユニコーンをしてる。オッケー。それでもめちゃめちゃ言うやん、それでも。それでも、やったー。よし、これで覚醒ハイパー。よかったー、順調に当たった。よし、行くわよ。あ、怖い怖い。いや、怖いって。いや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 、おかしいおかしい、絶対おかしい。ダメ、ない、ありえない、ありえない、ありえないってもう、3450発で引き戻して。なんで。あー、でっかく覚醒ハイパーいったのに、めちゃめちゃ中途半端に、あー、覚醒ハイパー上がった瞬間に終わってしまいました。あー、もう私のできることを全てやりました。さあ、ということで私、今日初当たり5回取りまして、ようやく一番最後にあのラッシュ取れて覚醒ハイパー入れられたんですけれども、出玉が不甲斐ない結果になってしまいました。あの、視聴者の方へプレゼントをたくさんお渡ししようと奮闘したんですけれども、もうこんな、なんてこんだけね初当たり取ってラッシュ入れて覚醒ハイパー入れてダメだったっていうことは、もう私は今日やりきったかなと思います。自分の中ではパチンコ苦手だけど結構頑張れたのかなと思います。実践が終了いたしました。お疲れ様でした。ありがとうございます。
本日ガンダムユニコーンを打たせていただきまして、結果の方なんですけれども投資が、27,500円で回収が、1000玉ちょっとでございました、負けてしまったんですけれども右打ちできました最後の最後で、なんとかラッシュに入れることができまして、右打ちできましたので罰ゲーム回避&視聴者のプレゼントございますということで、応募方法こちらに、載せておきますので興味のある方はぜひ応募してみてください、右打ち今回で、3回目で久々の出演となりましたがなんとか取れ高的なものは作れたのかなっていうところでホッとしております。あとはまだ1回も勝ててないのでもし次回機会がありましたら勝ちで気持ちよく終わらせていただきたいなと思っております。また次があれば頑張らせていただきます、今回ご視聴いただきましてありがとうございました。リンでした。バイバーイ。